そこでまずはこれをお見せすることにしました。初めて見るでしょう。そこは沖縄のあなたのお墓です。我々の隠しカメラが撮影していました。桐生一馬の大事な子供たちを監視するために。その日はあなたの命日でした。ハルト君は4歳でしたか。可愛い盛りです。カメラが遠いのは我々の監視がバレないためなのであしからず。最後にお参りしている二人は太一君と彩子さんです。ところがこの後レンズが反射してしまったのか、彩子さんがカメラに気づいてしまいます。ねえ太一、これカメラだよね。うん、そうみたい。おじさんのお墓に向いてる？隠し撮りしてんだ。多分俺たちのこと。じゃあもしかしてこれおじさんが仕掛けたとか？おじさんがやっぱり死んでなかったとしたらそうかもな。ヤッホー、おじさん。ちょ、あんた何やってんの？だってこれおじさんが見るかもしんないんだろ。え？ダメで、もともと別にいいじゃん。ねえおじさん、俺のことわかる？太一、それに彩子姉ちゃん、こっちはみんな元気。はるか姉ちゃんもハルトもね。シロも泉もコージ、ミツオ、リオナ、エリ、みんな元気だし、それに実はみんなおじさんが死んだなんて信じてなかったりする。本気でだよ。おじさん、俺消防士になったんだ。何かあってみんなが勇気を出せないでいる時、真っ先に人を助けられる人間になりたいと思ってさ。多分おじさんの背中を見て育ったからだよ。私はね、小さな会社でジムやってる。ちゃんと就活も頑張ったんだ。コージもサラリーマンになった。リオナはアパレル業界、エリは今保育士目指してる。泉はトリマーになったの。マメで練習してた。ミツオはとりあえずフリーター、シロは理系を専攻してる。ハルトは今やんちゃなんだよね。目離すとすぐどっか行っちゃって、ハルカ姉ちゃんとユウキさん困らせてる。きっと何か事情があるんでしょ。生きてたら絶対俺たちに会いに来るもんな。もし本当にこれを見てたらさ、何か合図をくれない？もう私たちは自力で何とかやってるし、おじさんに面倒見てほしいなんて言わない。ただもしかしておじさんは一人で寂しいんじゃないかなって。合図が来たとしても朝顔のみんな以外には内緒にしたく。それでいつかおじさんが帰ってきてよくなるまでおとなしく待つよ。そうそう、私も太一ももうお酒飲めるし、絶対楽しいよ。いっぱい話すことあるんだから。あ、そうだ、俺たち明日また来るよ。おじさんに渡したいものがあるんだ。はるか姉ちゃんたちもカメラに話してもらいたいし。おじさんに渡したいものって？
そっか、それいいね。じゃあまた明日。じゃあね、おじさん。あいにくカメラは現地のエージェントがすぐに取り外しました。監視対象にバレた以上、妥当な判断です。そうだな。あなたにこの映像を見せることが果たして褒美になるのか検討をしました。いや、見せてくれた、感謝する。太一君はさっきあなたに渡したいものがあると言っていましたね。隠しカメラを回収した翌日、その場所へ朝顔の子供たちがやってきて、絵の入った筒を置いていきました。ですが、死んだはずの桐生一馬が絵を持ち帰ったと思われるわけにはいきません。そこで現地のエージェントは中の絵を撮影だけして元に戻しておきました。ハルト君が描いた絵です。真ん中にいるのがあなたでしょうか。うまい絵だな、ハルト。見ろよ、4歳ってのはもう字が書けんのか。最後に会った時、あいつはまだ喋れもしなかった。なのに立派にやってますよ、はるかさんも他の子たちも。まったくだ、あいつらはとっくに自分の足で立って歩いてる。なのに俺が一人で寂しいって口に出すことさえできずにいた。子離れできてなかったのは俺だけだったんだな。さっき男の子が何かあった時最初に勇気を出して動ける人間になりたいと言ってました。子供たちにとってあなたはそういう人間だったんですね。今の俺が耳の痛い言葉だ。ここで座禅する以外やることもね。そういえばあなたには花輪さんが休暇で旅を進めてましたな。もう上にも話は通ってますよ。休暇の期限は決まっていません。その気があるならぜひ。ただし誤解のないように、桐生一馬の死はこれからも貫いていただきます。どこへ行こうと我々の組織があなたから目を離すことはありません。もう修行は終わりか。私もこの寺も形ばかりのものです。お望みなら修行はどこででもできますよ。お行きなさい。